参りました、参りました。はい、どうもー。どうも。世界100億人の家族目から、この皆さん、おはようございます。ハロー、西です。11月20日です。あんまできてねえけどね。今日はですね、栃木県の店によるのかもしれないですけど、僕たちが行ってるところは、朝一から寝台が出ます。うん、出ます。はい。うん、なので、まあ、一応見に行こうと、朝からね、順次尽くしたいので。うん。ということで、まずは AKB ですね。あと、鳳凰っていう台ですよね。フォーインフィニティっていうんですか、はい、見たいなと思います。うん、はい、ダメそうだったら他やるかなって感じでいいですかね。いいだね、あまかな、あまなのかな。うん、確かにね、はい、まあ、釘したいだと思うけど、そうですね、はい、そんな感じです。うん、西浦さんはなんか、時給の計算の仕方、うん、どうやればいいんですか的な投稿してたらね、すごいコメントとかリツイートとかまで言ってましたね。そう、すごい反応たくさんあって、うん、本当にね、ありがたいなと思いました。マジでありがたい。本当ありがたいって思ってますか。うん、マジで思ってるよ。本当ですか。うん、何もねえのかよ、なんかないのかよ、なんかないのかよ。じゃあいいですよ。はい、よかったですね、人気になってきて、はい、ありがとうございます、本当にね、はい、助かります。今日いろいろ使っておきます。はい、僕は実況さんが十分だと思いますけど。違うんだ、ちょっと違う。まあ、いろいろ触ってみます。はい、じゃあやっていきます。よし、みんなもこんばんは。こんばんは。今日結果報告していきます。はい、今日も濃い一日でした。濃い一日だったね。うん、どっから話します。まあ、頭から言ったらいいんじゃないかな。頭から、うん、頭どこですか、その頭。頭帯でいいんじゃないの。あ、順番にね、順番に話してきます。うん、今日まず朝9時行って寝台急いで撮ったんですよね。うん、鳳凰っていう台を、うん、撮ったらなんか栃木県のルールなのか分かんないですけど、朝1から打てるかなと思ったら、うん、8時50分かな40分に再度来てくださいと。うん、で再度そこで再抽選をして、誰が使うか決めますみたいな、そういうルール、うん、僕も聞いたことないです、こんなルール。本当だよね、並んだ意味ねえじゃんと思って、ね、朝ね、どういうことって、まあまあ並んだ意味ねえじゃんって僕たちの確認不足だったんですけど、まあまあまあ、でその間他の台打っててもいいですよみたいな感じで、なんか結構適当な適当なのか分かんないですけど、うん、感じして、ああそうなんだ、まあ、40分時間潰すかもなと思ったので、うん、まあ、店内見て近江スペシャル4ですね、うん、が結構クリア空いてたんですよね。うん、で横並びで2台僕は光ったんですよね。うん、それ以外は特にいい台ないなと思ったんですけど、うんうん、でその打ってて、うん、1台は20、僕が打った時は27ぐらいあったと。うん、まあ、これ超宝ですよ、27っつったら。うん、西村さんの台は21ぐらいですね、結局。うん、最終的にね。うんうん、そうだから27、これ終日打ったんにはいかんと、うん、いうふうになって、21の台はまあそこまでだからもう捨てようと思ったんですね。うん、で鳳凰を僕が打ちました。うん、はい、で鳳凰が20その時7ぐらいあったんですね。うん、10日坊だとなんか倍率によって結構差があるんですけど、おそらく18か19ぐらいだと思います。うん、はい、これ持ったからないですよ。うん、うん、やべえっつってそうでやべえ、次を宝で手にしたなと。うん、でこんにちは。なんかシールが勝手に動きましたね。はい、はい、で、なんだっけ、あ、そう、で、隣の台も、北方って隣の台もまあ調整変わらなかったんですよね。だからそのくらいもあるんじゃないかなと思って、うん、西村さんが、まあ、海が、24.5 ぐらいだと、うん、6500発ぐらい打って、そう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 、うん、記憶力いいでしょ。いいね。そうなんと急に、はい、24.5 でも全然十分なんですよ。十分っちゃ十分ですけど、まあ、方法で、うん、今これミス調整レベルの台だなと、いうふうに思ったんで、じゃあ隣打ちますかっつったら、うん、隣はいいかもねみたいな感じになって一緒に打ってたんですよね。うんうん、でそこからまあ投資して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 しまくって、うん、回転数が結局まあ多分2台とも23ぐらいに打ちましたよね。そうだね、もうちょっと下がったかもしれないな。確か 22. 何とかそんな感じだった。最初お互いね興奮してたんですよ、めっちゃ回るやんこれみたいな。そう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 、これどうすんのこれ、ボーダー17だったら大変なことになるよっつってね、興奮したの。うん、でもう結局ね全然当たらず、
西村さんがまあ3回ぐらい当たって2回ラッシュ獲得したけど、うん、全然しょぼれんで、うん、2連と3連だったかな、ねえ、うん、全然出なかったね。よくわかんない台、本当にまあ、ね、うん、まあでも今時の台にはないような台を感じでしたね、うん、なんかスピード、通常時の消化スピードめちゃくちゃ速いし、海超えてますね、多分海超えるぐらい速いし、うんうん、シンプルで、うんうん、つまんなくて言っちゃった。あ、言っちゃった。言っちゃった、言っちゃった。いや、楽しいのかもしれないですね。よくわかんない。ねえ、何なの？あの仕組みがよくわかんなかったっす、僕は。うん。まあ、僕も勉強不足で、30秒、ラッシュ中とか30秒からゼロになった現実があるんですけど、うん、あれ、ずっと打ってなきゃいけないのかなと思ったけど、打ってなくてもいいんですよね、あれね。そう。たった1個の電柱を30秒かけて、うん、あの演出で見せてるっていう、見せてるだけ、うん、そんなことが書いてあって、じゃあ、あれ右打ちずっと球減ってたのか、それとも一応ちょっと減らないようにはなってる、まあ、初球多少返ってくるんじゃないかな、そこまでちょっと見てないけど返ってくると思うけど、と無駄にしてしまいましたね、それは、うん、かなり無駄にしたやってしまいましたね、うん、はい。で、なんか音も大きくなんないんですよ、あの台。こうなんないね。なんか、もご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 もなんか言ってるんですけど、どういう指示を出してるのか聞き取れなくて。そう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 。うん、あのさ、インフィニティゲーム、あの30秒のやつ、うん、で、終わりましたで、転落します。うん、でそこから復活チャンスあるんだよね。うん、でその間に、なんかアナウンスで、なんか5秒か7秒ぐらいかな、うん、喋ってんの、女性の人が。何にも聞こえないから。なんか運命のなんたらかんたらどのコーナーって言ってないけど聞こえない。そう、いい感じに煽ってるんだと思うんだけど、うん、全然もう分かんなくてとりあえず盤面光ったこと思わすか、うん、みたいな。多分最初なんかあの J みたいなので当たって、うん、当たってなかったってよく分からなくて、アタッカーが引き開くんですけど、あれ多分見落とす人結構いると思いますよ。いる気がするね、うん、聞こえねえし。そう、聞こえないの、指示が聞こえないの、うん、うん、全国的にはね、12万発出たとか、ね、うん、ちらほら聞こえるんでね、うん、そうなったら楽しいでしょうけど、うん、あとまあ寝かせ次第ですね、薬物機なんであれば、うん、手前に傾いてたら結構、もしかしたら5割以上入るかもしれないんですけど、うん、多分西村さんが出た以来はずっと2回かな、2回、右奥に行ったんでね、うん、あれ、うん、会計さんまずまずだったと思うんですけど、寝かせが良くなかったんじゃないかなと、うん、いう感じですね。うん、はい、で僕たち最高投資、12万4150円使ってます。しびれたね。12万4150円です。えビビったよ、うん、で、はい、で最終的には AKB のままレジを打ったんですよね、うん、しました。で、まあ、AKB はね、ほんとね、今後ね、うん、多分一番もしかしたら打つ可能性、僕たちがほっといて打ちまくったぐらい、うんうん、もうそれ以上多分打っていく機種になる可能性を僕は感じました。うん、うん、まあ、なぜかというと、まずやっぱり通常時の右打ちがほぼ2個に1個ぐらい電柱一緒ってくれて入る、うん、しかも振り分けいいですから、電柱の方が、うんうん、っていうのもし、ひねりも、うん、まあ、上アタッカーは決まりやすい、うん、はい、で、小当たりラッシュ中もちゃんと演出が結構前の最初期より頻繁に発展するんですよね、うん、スーパーリーチ行ったりとか、あとシャッター演出とか、うん、だからそこで止め打ちするのと打ちっぱなしにするのでは結構差がつくので、うん、そういう技術力も、得られる、うん、あと、まあ、結構なんだろう、球が入った瞬間に熱いっていうのも分かるので、うん、すぐ止められるんですよね、はい、うん、置きパチモードにしてたら、変動開始当時に大体当たったりするのも分かったりするので、うんうん、なので、まあ、海とかだったら、ね、急に魚群来たりとかして、あ、保留8で当たっちゃったよとかあるんですけど、ね、うん、保留8とか保留4とかで、でも AKB は結構保留0で当てることができるので、うん、しかも電柱割りに8個終えて消化でき終えて、うん、スタートできるんですよね、うんうん、電柱とへそ保留も貯めて終えられると、うん、だから技術力で結構差をつけられるなと、うん、いうふうに思ったのでね、うん、結構
今後は疲れ消しになるかなと思いました。はい、それが唯一の収穫かもしれない、うん、まあ、かなり大きい収穫だ気がするけど、うん、うん、厳しかったな、ね、回転数もあったしね、うん、うん、そうですね、21ぐらい、ボーダーいくつなんだろうね、調べてもらった確かに、うん、まあまあ、うん、ただ西本さん、ちゃんと電柱は全部食べておいてくださいね。あれね、ちょっとね、余計なこと考えてたんだよ何を考えてたんですか。いろいろだよ、いろいろもしかしたらいろいろだよ、いいえ、いろいろだよ、ライン、いろいろだよ、うるさい、ちょっと見えちゃった、あれかな、いろ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 だよ、いろいろって言ったらどうなんだ大人の事情が、そうだ、事情が大変ですからしょうがないですから、多めに言いましょうでもあれだよね、うん、その、8個のやつ、はい、へそ4、電柱4、うん、で、食できるわけだけどさ、はい、俺が勘違いした部分があったんだけどさ、はいはい、じゃあ、時短が終わります、うんうん、でマックス4個貯めましたって言った時に、はい、まあ、普通だったら電柱4個がさ、はい、電柱4個として消化されるわけじゃん、はい、でもあの台は違うわけなんでしょ、へそ4個扱いというか、なんていうか、そういう風になるんだよね。そうなんですよ、なんだろう、 AKB だけ319の時もそうだったんですけど、普通の台はへその振り分けと電池の振り分け2つしかないと思うんですけど、うん、3パターンあるんですよね、あれ3パターン、そう、あ、そうなの、そう、うん、でその振り分け、各辺中の電柱の振り分け、うん、なんだろう、通常時の 電柱の振り分けみたいな、ちょっと説明違うかもしれないですけど、うん、まあ、とにかく3パターンあるんですよ、うん、そうだから、AKB だけは、うん、まあ、319だったんですけど、へそも電柱も8個計貯めて終えられると、うん、なるほどね。現に僕が、トイレ行ってる間、うん、まあ、通常時の演出終わってトイレ行ったじゃないですか、行った、西村さんのトラリー、あ、体が当たってるよって言ってくれたじゃないですか、ったあれは僕は全部食べといて、へそ保留を消化したプニプニチャンスだったんですよね、うん、なるほどね、プニプニアタック、はい、プニプニアタック、はいはいはい、だから僕はへそも食べといたから、そういう当たったことが当たることができたと思う、なるほどね、はい、はい、素晴らしい、そういう感じですね、気をつけます。はい。もったいないもん。です。で、今日ね、旅じゃない、パチンコ打っててね、まあ、一人はちょっと誰が来たかっていうのはない人まだ言えないんですけど、一、うん、人は、はい、もっちゃんさんっていう方がツイッターに来てくれて、うん、差し入れをくださいまして、うん、ありがたい。ありがとうございます、本当に。もう一人は、泊まりで来てくれてるというね、ちょっとまだなぜかっていうのは言えないですけど、そうね、そうね泊まりで普通2連泊をして僕たちに会いに来てみたら、この人たちは違いますね、僕にですね、なんで本当ありがたいなと、人の温かさを感じます、そうね、はい、あとね、ちょっとなんだっけツイッター見忘れちゃいましたけど、僕らと同時期にね、YouTube を始めたハルチン、ハルチンさん、うん、うん、忘れてませんよすごいありがたいね、アドバイスくれたりとかしてね、うん、うんうん、はい、すごいですね、僕たちと本当に1ヶ月先にね、始めて、うん、すごいチャンネル登録者数とかね、再生回数とか取ってて、うん、はい、ちょっと見習います、そうね、はい、ハルチンさんね、お母さんにバレてしまったっていう回を見たいな、何それ、あれ、なかったっけ、その分かんない、僕も全部見てないので、あ、そうです、どれじゃないですか、なんか、そう、ハルチンさんじゃなかったら申し訳ないけどYouTube やってます、それ、裏パラじゃないですよね、裏パラ、あ、なんでもないです、この話やめよう、ごめんなさい、はい、はい、なんか多分僕と同じ東京にいたり同じホールで打ってた可能性があるので会ったことあるかもしれないです、うーん、うん、お会いできたら嬉しいな嬉しいな、すげえいやらしい顔したじゃん今いやいやぜひお会いしましょう、軽く会いたがってるって、はい、彼女作るって目標もあるんで、ちょっといやいや、それ言うと会いたくなくなる警戒されるやん、いや、わかるよ、これで会えたら毎日会う、これであるかもしれない、警戒されるからそうねフラットに、フラットに気持ちで、はい、一緒に打ちに行きましょうということでね、ぜひぜひ、はい。
お待ちしてます。お願いします。はい、ということで、明日は今日で5連敗ですね。5連敗ですよ。今日で5連敗。結果言ったっけ？結果言ってみよう。最後の最後になっちゃった。結果は、まあ、投資が12万4150円で、回収が3万7592円。収支マイナス8万6558円。クーだよ、クーだよ。まあ、10万乗っかんなくてよかったなっていう感覚だけどね。なんでそんな全然負けてない気がするんだろう。回ったかな。まあ、そっか、しょうがないっすね。明日は特定日なので、今日以上の調整を期待して、そうね、前回してしまったミスは繰り返しませんよ。はい。前回大見の、大見のね、29ぐらい回るだろうっていう台をね、僕は見落としてたという感じでしたけどね。ちゃんとしっかり見て、打っていきたいと思います。はい、はい、明日こそ勝つ、明日こそ勝ちます。はい、勝ちましょう。はい、じゃあまた明日。はい、バイバイ。チャンネル登録してね。